皆さんおはようございます。今ホテルから、お送りしてるんですけど、今日はねこれからホテルを出て、家に戻って、飯食って何するか、T シャツの発注があれば T シャツの縦の作業をやって、で、あとダンスの練習してって感じかな。今日はね筋トレします。今日30日なんですけど、今日と明日でね、明日はトレーニング納めっていうか、僕のトレーニングはね収まることを知らないんでとりあえず明日もねやって、で1日も普通にやろうかと思います。はい、じゃあとりあえずねホテル出て家向かいます。じゃあ準備いく。おいや、はい、久々の飯の準備が整いました。ということでね、パスタ食います。と、ゆで卵。と、メンマね。うん。これがうまい。みんな食べてみ。中毒になるから。じゃあ、ジム行く。いただきます。うまっ。おい、原くん、昨日、高校の忘年会の後、ホテルに行って、一体何をやおい、一体俺は何やってんだよ。今日だってやることたくさんあるのに、T シャツだって注文あんのに、ダンスだって覚えなきゃいけないのに、何を俺はのんきに寝てるんだよ。俺には時間がないんだよ。何やってんだよ、俺、本当に。ああ、原達はもう本当に俺何やってんだよ、俺。今日はね、言うもののね、やっぱお酒が入った次の日ってやっぱりこうなっちゃうよね。いくらね、日帰りで、ホテルに泊まったけど、ちゃんとね、その日のうちに飲むのをやめたとはいえ、お酒飲んだ次の日ってね、こうなっちゃうよね。しょうがないよね。じゃあとりあえずね、これ食べていきます。さすがにね、俺でもこれは異色の組み合わせってのはわかるよ。これはさすがに、これはさすがにうめえわ。はい、中島くん、ステロイドだよ。はい、あーんと。ちょっと、トレーニング前に家買うか。田代さん、こんにちは。はい、じゃあねトレーニング後の飯食います。トレーニング後とは言ってもね、5時間経ってるんですけど、最近ね僕トレーニング終わってからね 4,5 時間は空けますね。もう寝ちゃうからそこはもうちょっと最近適当です。ってことで、これがね麻婆豆腐食っていきます。美味しそう。はい、ちょっと今日はね、セクシーゾーンの菊池風磨くんとご飯食べてます。ほら菊池くん、ちょっと挨拶しな。こんにちは。ほら、もっと皆さんに大きな声で。こんにちは、菊池風磨です。よしよし。菊池くん、ちょっと君ガリガリすぎるんだよ。ちょっと、飯もっと食えよ。ナスあげる。どう？美味しいだろ？もっと食えよ。もうガリガリなんだから、お前。はい、
高くん、もう苦しいよ。うるさい、もっと食え。ほら、はい。もうダメだよ。高くん、限界だよ。うるさい、もっと食え。はい。ああ、もうダメ、行くー。お兄ちゃーん。ん？あ、チエンくん、お兄ちゃん。ん？僕にも、麻婆茄子食べさせてよ。あ、ダメだよ。これ食べたいの？うん。ダメ。これは食べちゃダメ。太っちゃうから。チネン君はね、いつまでもガリガリで愛しいからさ。うん。君なんか太っちゃダメ。筋肉もいらないよ。そんなこと言ってくれるの？うん。兄ちゃん。ん？最近僕ね、腹筋が割れてきたんだ。ちょっと見てよ。あ、見せてみ？はは、あ、チネン君すごいね。でもね、これね、腹筋じゃなくて、あばら骨って言うんだよ。え？もうそんな腹筋とあばら骨の違いもわかんないなんて。もうほんとチネン君可愛いな。ちょ、うん。兄ちゃん、優しい。うわはい。ということで皆さん、お疲れ様でした。今日はね、ルーティーン撮って一日終わっちゃったな。仕事やろうと思ってたんやね。もう本当にね。昨日ね、お酒飲んだから、まあ、しょうがないよね。一日だれちゃうよ、次の日は。でもまあ、年末だし、ダメか。まあいいや、はい。でね、明日は、てか今日か、もう6時だもんね。今日はですね、まあ、朝起きたら、まあトレーニングしたいんだけど、まあなんといってもね、僕、年越す瞬間はね、まあライブ配信しようと思ってるんで、そこでトレーニングやるんですよ。まあ、家でだけどね。それで一日のトレーニング終わらせるの嫌なんで、昼間に一回トレーニングしようと思ってます。まあデッドリフトは久々にやろうかなって思ってるんですよね。それくらいかな、用事って。人と会う用事はないかな。まあもしかしたら急遽できるかもしんないけど、まあそんな感じです。はい。じゃあね、よいよお年をって感じで、また一日やるけどね。じゃあ、バイバイ。はい、皆さんおはようございます。今日の予定はですね、とにかく飯食ってからトレーニング行きます。で、夜また家でトレーニングすると、その間の予定は決まってないです。まあなんか仕事やったり、まあ普通の一日になると思います。はい、年末だけはね、怪我なく、過ごせたらなと思います。はい、これ食います。もうね、いつものメンマはもうフライングしちゃって食ってるんですけど、タラコスパゲッティと味噌汁とこれ飲みます。はい。凌介、トレーニング前のバイアグラでちよー。はい、ブチュー。ほう。田代さん、お疲れ様です。これから年越しそばと、年越し寿司とマグロ食べます。うっせ。はい、皆さん明けましておめでとうございます。今年越しライブ、 YouTube ライブやってました。3時間、垂れ流してました。はい。でね、その間のね、まあ、描写っていうのはね、ほとんど取れてません。まあ飯もね、ほとんど進まない。もう喋ってばっかでね、全く進まなかった。まあ寿司はちょっと進んだか。でもう年越しそばもね、まあこんな感じで残ってるんですけど、まあこれからどうしようか。とりあえずもう一回お風呂入るか。軽くね、汗かいたし。じゃあ準備いく。ハイフリーフードバババ、ライブ動画のね、余り物で大変申し訳ないんだけど、じゃあルーティン動画をね、見てくれてるみんなのためにも明けましておめでとうございます。2020年令和2年もよろしくお願いします。ということで寿司食っていきましょう。余り物で悪いけどね。じゃあ何から食おうか。じゃあこれから食おう。じゃあネギトロ軍艦からいただきます。お腹減った。いやいや、本日2回目の年越しそばだぜ。おやつ、これいいな。
ごめん、もう普通に眠いし普通に疲れたから、もう今日だけもう普通に食わせて。おい、はい、ということでお疲れ様でした。はい、今日はですね、まあなんといっても年越し YouTube ライブがあったせいでですね、音も描写がね、ほんと少ない、カットが少ないんですよ。はい、まあもしね見てくれた方いましたらありがとうございました。来年じゃねえ、今年もよろしくお願いします。2020年もね、突っ走っていきたいなと思うんですけど、まあ2019年突っ走れたかって言われると、まあちょっと微妙なところですけど、はい、まあ2020年も頑張ります。今日描写少ないんで、まあ動画どういう風になるかわかんないですけど、うん、明日はね筋トレするかな、わかんねえな。うん、いつも行ってるゴールドジムが休みなんで、年末年始のね、マイニータイムもどうかな、ちょっとわかんないけど、うん、明日は筋トレするかわかんない。ダンスもやんなきゃな、めんどくせえな。はい、じゃあおやすみ。